飲料水を提供している水飲み場、EPA によるポスター。飲料水の品質に注意を呼びかけるもの。飲料水とは、飲用に適した水を表す飲み水とも。飲料水は、病原微生物や有毒物質を含まず、無味、無臭、透明が求められ、一般に水道水、湯水、流水、井戸水などを用いる飲むことができる水を確保しておくことは大切である。 人は水を飲まずにいられるのは一般に生前いい4から5日程度だと言われている。安全な飲み水を確保することは、イニシエの時代から重要な課題であった。病原体で汚染された飲み水を飲んだりすると、それに感染することによって様々な病気にかかる。赤痢やコレラの大流行は、しばしば不適切な水を飲用に用いたことで起きている。有毒物質を含んだ水を飲んだりしても、 様々な障害が生じる。世界の様々な地域の生水は害して、飲料水としては使えない。熱帯地方では、河川の水が、病原微生物を含んでいることは多い。水道で運ばれてきて蛇口から出てくる水で済そうで、ある。地元の住民ならば過労じて耐えられる場合でも、旅行者には、危険な場合もあり得る。病原微生物を死滅させるためには少なくとも一旦、 射沸する必要がある。海水は塩分などが多すぎるため、飲料水としては使えない。無機構で海上を旅する時や、海で遭難した場合には、飲料水の確保が問題となるため、周囲にあり余るほどの海水が見えているにもかかわらず、飲める水がない、という皮肉な状況に追い込まれてしまう。同様に、内陸の塩水湖の湖水も飲料水としては使えない。 火山地帯の湧水も特殊な成分を含んで飲めない水がある。飲料水を得る一つの方法として、植物体内の水を用いるという方法がある。植物体内の水であれば、あらかじめ植物の繊維構造でフィルターがかけられていることが多く、植物自体が生き延びるために、菌類の繁殖を防ぐようなシステムを持っており、ほぼ無菌に近いからである。 例えば、ココヤシの実の中の水を飲む方法がある。アマゾンには水を大量に含んだ樹木がいくつもあり、ジャングル内を旅するときなどには、それを見つけて、枝をたで切り落として傾ければ、引用に適した水が出てくる。水筒を持ち歩かなくても、そこかしこに、飲料水があるため、現地人は、俗称で、水筒の木などと呼んでいる。ウツボカズラの捕食袋の水も引用にされる。 昔から、ウリ、スイカ、メロン類、リンゴなど水分量が多い果物の果汁を飲料水の代用とする地域もある。世界的に乾燥した地域も多く、そういった地域では、まず水そのものを得る方法を考案しなければならない。井戸はその代表的な技術である。サウジアラビアでは、電力を使って海水の塩分を分離し、飲用水を作り出している。 サウジアラビアやイラク等々では飲用水はガソリンよりも高価である。日本の上水道は水道局の関係者が日々水の質を高く保つために努力を積み重ねており、そのため蛇口をひねって出てきた水がそのまま飲める状態に保たれている。これは世界的に見て例外的なことと言われることもあるが、ヨーロッパや米国の大抵の先進国では水道水はそのまま飲める。 ただし高度が高い場合もあり、そのため上質の水源の水を使い、ボトル詰めされたミネラルウォーターを買い用とすることも多い。海外の飲食店では客が席についてもコップやグラスに入った水が出てこない地域もある。アメリカでも日本のように客席に座ればコップに入った飲料水を無料で出してくれるがヨーロッパでは基本的に有料である。ミネラルウォーターとビールを比較すると ミネラルウォーターの方が値段が高いこともある。米国の開拓時代、カウボーイは自分が得た水の水質を信用しきれない場合、それに殺菌防腐効果がある、アルコール度の高い酒を加えて飲む、などということも言ったが、殺菌効果が最も高いのは、アルコール濃度が70から80%の時で数、数まで希釈されている場合、殺菌効果はあまり期待できない。 引用には適さない水。水にも、美味しい、まずいがある。それは4つの要素で決定される。供給者は、地域住民の共同体から公的機関、公共企業体、民間事業者まで多したよう。戦争や大規模災害時は、地方自治体、国家や国際的な NGO や国連難民高等弁務官事務所などが直接、供給、供給手段を提供することがある。 ABCDE 工事園第6班、飲料水ハット UNHCR の難民援助、活動、ありがとうございます。